はい、ボックスのですね、ヘッドホンアンプなんですけど、を買ってしまいました。なんかね、まあもしかしてこれ、例えば、まあ簡易的なね、こんなもんなんで、あれなんですけど、こう、ゲリラライブだとかに使えるんじゃないかなと思ってですね、買ってしまったんですけど、まあ、ここがですね、ドライブの原因になっていて、ここがトーンで、でこちらがボリューム、総合ボリュームね。でこっち側がエフェクトのスイッチになってるんですけど、このエフェクトのスイッチがね、1個押すとコーラス、2個押すと、ディレイで、で3つ目がリバーブっていうような感じになってます。で、あとこっちはなんか、なんとかな、その歪み具合のタイプが選べるっていう感じで、1個目だとこのグリーンのね、あまり歪まない。で、2つ目だとかなり歪むんですけど、まあ3つ目だと激歪みになるという、そんな感じになってます。で、リードっていう、なんですけど、どうもソルダーノのアンプを、イメージした、ものみたいです。でね、旧型と違って、ちょっとね、こういうふうに角度がね、いろんな角度に、ギターにね、刺すときにできるみたいなんで、ちょっと便利になったんじゃないかなって。で、まあ、そういう具合でちょっとエフェクターがかかるってことで、まあ、2個押すと、その、ディレイがかかるんで、演奏中にちょんちょんって2個押して、ディレイかけて、ちょんちょんってもうあと2個押すと、なしにできるんで、まあ、ちょっとね、そんな風にしたら、もしかしたら、ボリュームペダルとかね、これでボリュームコントロールして、なしで、これだけでね、その、ゲリラライブとかできるんじゃないかなっていうふうに、ちょっと思って買ってしまいました。そんなわけで、これを使ってですね、ゲリラライブでいつもこのね、ちっちゃい、ラジカセみたいなこのアンプでやってるんですけど、で、これでね、セットを、もうこのなんだ、キーボード用のインストゥルメントの状態にして、アウトプットすると。まあ、こんな感じで、先ほどのセッティングで、まあ、トーンは3ぐらいで、ボリュームはね、2から3の間ぐらい。で、歪みは真ん中の歪みぐらいのやつで弾いてみると、だいたい。こんなもん、これがちょうど、こっちでね、少しリバーブかけてる状態。なんで、ディレイかけたければ2個、ちょんちょっと弾いてみる。で、ちょんちょっとやると消えますんで、押すとソロの時にね、ちょうどこんな風にすれば。使えばいけるんじゃないかなというふうに思いました。はい。
という具合でですね、やってみましたが、このボックスのね、ちっちゃなヘッドホンアンプですけど、まあ、僕の場合ヘッドホン嫌いなんで、ヘッドホンじゃなくて、こんな使い方になっちゃいますけども、ゲリラライブみたいなね、このちっちゃい音で、まあ、公演だとかでやる程度のライブだったら、これでね、十分、できちゃいそうです。こんな感じでちょっと、これでね、ちょっとまた遊んでみようかな、なんて思ってます。はい。